では、うん、ILI の中の2、うん、想像する機能クリエイティブファンクション、うん、で主導する機能を補佐する副リーダーですと、うん、状況を判断してそれをリーダーに伝える、うん、主導する機能に比べると自信がなく控えめ、うんうん、仕事を任されすぎるとストレスを感じますと、うん、新しいことには強く創造性に富みますが、うん、一貫性は欠けていてブレやすいっていう機能なんですけども、創造する機能が TE の人は観念的な一貫性よりも事実上の正確性を、うん、また雰囲気を悪くしないための慎重な言葉遣いよりも客観的で不快なコミュニケーションを好みますと、うん、いや客観的の方が重視っていうことなんですね、うん、いかに客観的であるべきか、うん、効率的で合理的で有意義的なものの見方は、うん、自分の幸せと心の平和にとって不可欠なものではあるが、うん、積極的で生産的であることに差し迫った必要性を感じているわけではありませんと、まあ、そっちのが大事だってことですね。生産性よりも要は自分の幸せと心の平和にとって効率的で合理的で有意義なものの見方が主語は自分の幸せと心の平和にとって不可欠なものではあるが積極的で生産的であることに差し迫った必要性を感じているわけではない、うん、と書いてあります、うん、だからそんなに効率って言ってるわけでもない言ってるわけでもない、うん、合理的って言ってるわけでもない、はい、大切だけどみたいな話ですよね、はい、ただまあ、うん、でも雰囲気を悪くしないための言葉遣いよりかは客観的であるっていうことのコミュニケーションを好むっていうのがあるみたいですね、うんうんうん物事を回すって話ですかね。回すというのはこの L の人だからロジカルの人ですよね。そうですね。なの で,、うん、でセカンドに TE が来てます。で、まあ、これが主機能の人だと、はい、効率って言ってそうじゃないですか。合理的に何としても合理的って言ってそうだけ ど, そ, あなるほどそこまではこだわってないみたいな。それを最後の内向直感で決める、うんうん、内向直感の方が優先的みたいな、はいうん、で3番目サードは、はい、規範の機能、うん、ルールファンクションですと。自覚のある短所の一つ、うん、新しい場面に弱く自信もないが、うん、社会的な場面では適応するために頑張ろうとする、うんうんうん、またピンチの時に体を張って主導する機能を守ろうとするのもこの機能ですと、うんうん、っていうのが内向感覚ですね、うんくつろぎだの楽しみだのそれをもたらしてくれる娯楽活動だのの必要性を他人に強調されるのを嫌がります。なぜなら内心は全く逆のことを求めているからですと。つまり彼らが求めているものとは行動力と決断力なのです。自分の体が何を言っているかに耳を傾けるための時間を費やすよりもむしろ外部からはっきりと要求されることで不安と躊躇という自分の感覚に打ち勝つ必要があります、うん、ではここはルールファンクション自覚のある短所の一つ、うんうんうん、なんでこれなんか難しいなと思うのは、うん、くつろぎだの楽しみだの、うん、そういった娯楽を人から強調されるのを嫌がる、うんうん内心は全く逆のことを求めている、うん、彼らが求めているのは行動力と決断力求めているけど苦手っていうことなんですね。求めているっていうのは誰に求めているんですか。要は周りの社会で適応するために頑張ろうとしている、うんうんうん、行動力とだからあの内面自分自身を楽しみなさいというよりは行動しなさいを言われてるった方がいいって話ですよねっていう風に読み取ってます、ね、私は、はいはいはい、そんなことよりも何をしたらいいのかっていうのを求めてる強く思ってるで頑張ろうとしている頑張ろうとしている続けます、はいはいでは、4番目、うん、
脆弱な機能、うん、最大の短所で強い苦手意識がある、うん、新しい場面に弱い上社会的なニュアンスにも疎い、うん、全く自信がなく使うだけでストレスを感じますと、うん、っていうこの位置にあるのが FE、うん、外交感情ですね。感情、自分がバラバラにほどけてしまわないように、うん、感情に必死で耐えようとするか、うん、さらには大っぴらに強い感情を追い出そうとします、うん、なぜなら感情を表に出すことは自然ではできないことであり、うん、感情を表に出すと自分が自意識過剰で、うん、痛烈な批判に弱いように感じるからです、うん、そういうわけでこのタイプは一般的に感情に波がなく、うん、興奮や混乱に上辺の関心しかないように見える、うん、まあ、感情出さないってことですよね。そうですね、うん、感情が激しく表現されるグループ活動では特にそうだが、うん、他の人から元気を出してもらおうとか、うんうん、楽しんでもらおう、うん、で周りからやられるのが非常に嫌、うん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 、僕はねそういうとこでね、うん、おとなしい人がいるとね、うん、まあ、せっかくこういうとこ来たんだからさ、うんうん、ね、プレッシャーがかかるって話ですよねっていうのが苦手なんでしょうね、うんうん、って言われるともう多分キュッとなるほど、うん、確かにさっきのこのルールファンクションっていうのも、はい、うん、要は他人から強調されるっていうのが嫌なんですかね。他人から、うん、で他人に求めてるのはどう行動したらいいかっていうのを求めてるってことですよね、さっきのでいくと。他人には僕はなんか何も求めていないんだなって思ったんですけどね。と他人からなんか自分の好きなようにやるといいよみたいな、はい、もっとっていうのを求められるのは嫌だ。くつろぎだの楽しみだの、うん、楽しみ、それをもたらしてくれる娯楽活動だの、うんうん、の必要性を他人に強調されるのを嫌がる、うん、はい、ですよね。で他人に強調されるのが嫌なのはそこの部分ですよね。そういう部分ですね。娯楽をもっと楽しむといいよみたいなことを言われると、はい、もう多分楽しむのが苦手だから、はい、どうしたらいいんだろうって困っちゃうみたいな話じゃないですか。なのか、あ、うん、僕は人から言われたくないよって思われてるのかな、うん、あって思ってるのかな、うん、で、あ、だからこう苦手だから求められるとストレスがかかるみたいな、はい、今噛み合ってないのが多分ね面白いなと思ってるんですけど、うん、まあ要は苦手な部分ですよね。苦手な部分、多分自分 S が苦手な、 SI が苦手だから娯楽を楽しむみたいなのが苦手意識があるみたいな、でそれをこう他人に求められると苦しくなるみたいな話じゃないですかね。わかんないですよ、はい、で受け止めましたって話です、はいはい、寝食や娯楽よりも仕事や勉強、うん、だからやるべきことを言われた方がいいって話じゃないですか。ああ、うん、なるほどね、うん、もっと楽しみなさいとかって言われるよりは、はい、あなた勉強しなさいとか言われた方がいいみたいな、勉強するといいよって言われた方がいいみたいな。では5番目は暗示される機能、うん、SE ですね。暗示される機能というのは下から2つ目にあり、うん、自信があるとかないとか以前にその発想がなかったと思うほどに欠けていて、うん、意識することがない、うん、が、自己実現のためには必要であり、うん、この機能については、まあ、それが強い人と、うん、話し合うことが有効ですと、うん、いうのが外交感覚ですね、うんうん、この ILI にとって、うん、SE は惰性によって特徴付けられますと、うん、自分のやり方で決めるときには比較的外界との関わりが少ない方の策を選ぶかもしれないと、うん、で、うん、外界と関わるときは自分の活動は空っぽで果たされないまま終わると感じることがよくある。この人たちにとって人生とは刺激的な日々なのですと、うん、しかしこの人たちは本当の刺激とは自然発生的なものであり、うん、退屈、怠惰、うん、無感動の中で刺激が発生するのを待つしかないと考えています、うんうんうん、興味を開拓することはあまり上手ではないので、うん、新しいことをする代わりに過去の経験を再現し続けようとするかもしれません、うんうん、このサイクルを壊すためには自発性と
行動力を触発するような外部の刺激が必要となる、うん、このような自発性を人生に導入すれば、うん、退屈と無意味さは新しいことを経験して自分の考えから逃れられるような活動の普遍的な状態として感じられるようになりますと、うん、彼らは加えてとても優柔不断ですと、うん、特に自分の未来に関わることについて、うんうん、重要な決断をする能力に欠けているのかもしれない、うんうん、後半で長期的な見方ができるので、うん、自分の人生の外側で成し遂げたいことについては分かるのだが、うんうんうん、それを達成するために、うん、短期的な計画を立てて実行に移すことは非常に困難だと気づくと、うんうん、行動できるようにするためにはしっかりと地に足がついて、うん、その状況で何がなされるべきか、うん、という像をクリアに描ける人から目に見える明確な刺激をもらう必要がありますと、うんうん、これなんか分かりやすいですね、うん、ここは分かってるんでしょうね理想ここ、うんうん、こうするといいっていうのは分かってるけど行動が苦手って話ですよね。具体的に何をするのか大冗談要は、うん、総論は得意なんでしょうね、うん、あとは各論各論そこに向かうための計画じゃないですか。はい、うん、なので外交感覚の人からその刺激をもらう必要がある、うんうんうん、なんていうふうに書いてありますね、うん、理想の人みたいなのがいるってことじゃないですか理想の、はい、理想像こういうふうにやるといいみたいな、はい、自分の理想ですね自分の理想、はい、みたいなのがあって、はい、そこにどう向かっていいかわからないみたいな分からない、はい、だからそれを実際やってる人からこう盗めみたいな、はい、では6番目、はい FI、うん、内向感情ですと動員する機能動員する機能というのは、うん、下から2つ目の機能で第6自分の行動に強く影響を与えているが自分にはよくわからない、うん、でこれを主導する機能を持っている人から、うんどうやって使っているかっていうのを学ぶと良いという機能ですね、うん、内向感情、うん、動員する機能が内向感情は、お互いの信頼感と理解に基づく安定した人間関係を築き、うん、自分が秘めている深い感情と経験を気軽に分かち合いたいと思っている、うん、しかしこの人たちはこのような関係を築いていく能力に欠けており、うん、他の人から合図を送ってくれるのを期待し、うんうんうん、またそういう人たちにうっとりします、うんうん、脆弱な機能に、うん、FE を持つことに関して、うん、このタイプの人たちが感情を黙って理解してくれている、うんうんようなパートナーとの絆を特に価値あるものとみなしているということは強調しておくべきでしょうと分かってくれる人ってことですかね自分から分かるのが苦手だから、はい、そういうのが得意な人がこう察知して分かってくれるといい自分が秘めている深い感情と経験を気軽に分かち合いたいと思っている、うんうん、思っているけどそれが苦手なんですよって話ですよねで他の人から分かるんですよっていう、うん、そうそうそうだからそういうのが得意な人人の気持ちとかがすごく敏感で得意な人がしかもガサツじゃない人ですよね、うん、そう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 僕みたいにそうだからこう感情タイプの人とか、うん、FE FI なのか FE なのかが好きな人いやなるほど、うん、まあ S とかかもしれないですけどねもしくはまあ、うん気をつけるっていうことですよね、うん、こういう人たちに寄り添おうとしたときは、うんうん、だからまあそう分かってもらいたい自分の感情も大切だっていうのが分かってて分かってもらいたいって思ってるああ危ないそうじゃないだろうが出そうに、うんうん、そうですよねみんなそうですよねみんなそう、まあ、今の説明がそうですよねそりゃそうだよ感情が大切だと思ってるみたいな、はいけどなんかそれがちょっと苦手で、はい、だからこう察してくれる人にすごく惹かれるみたいななるほど、うん、でこの ILI の7番目が、うんはい、無視された機能、うん、無視された機能は、うん、一番下の層だが、まあ、色が濃いというのは、うん、この無意識の中でも、うん、とはいえ強い部分ですね、うんうんうん、
ブレやすいことを除けば十分に発達している、うん、普段は抑圧しているが、うん、望まないコミュニケーションの際には、うん、自ら主導する機能を守るために活発化することがある、うんうん、というのでこの反面無視された機能は悩みの種になるっていうのがあるんですけども、うんうん、無視された機能は外交直感、うん、なんでまあ十分強くて発達しているっていうところですね、うんうん、が無視された機能外交直感はさまざまな知識や経験の領域同士が外的に結びつくことは理解しているが、うん、特別な意味を持っていて、うん、物事の神秘的、うん、秘匿的な本質を理解するのに役立つような隠されたつながりの方に焦点を当たることを好みますと、うんうんうん、このタイプは与えられた物事や状況に備わっているポテンシャルをたやすく把握することができるのですが、うん、そのような評価に浸るのは自制して、うん、発言の根っこにある見えない過程を理解することに向かいたがりますと、うん、要はそのものよりも、うん、その根っこ、うんうん、見えない過程を理解するのが、うん、この自然に出てるってことですね、うんうん、そうしたいって思ってる、そうしたいと思ってる、うん、十分発達もしている、うんうん、そのものだけを見ればいいときってありますよね。はいはいはい、ありますありますよね、うんうん、まあどっちが正解なんでしょうね。まあどっちが正解もないないんでしょうね。そう傾向ですよね、その辺なんでしょうね。はいはい、で、うん、8番目、証明する機能、うん、第8機能、証明する機能というのは、うん、主導する機能と同じくらい強くて、うん、発達した機能だが、うん、同時に最も無意識の深いところに、うん、沈んだ、うん、無自覚な機能、うん、激しい怒りとしてその存在を垣間見る以外には、うん、自覚することがないかもしれない、うんうん、ただまあ背後であなたの世界観を形成しているのは、うん、この機能だ、うんうんうん、っていうところなんですけども、うん、内向思考です、うんうん、同じに見えてるってことですね、外側からからは、うん、内向思考同じに見てる、見えてる、要は主機能が内向思考、はいはいはい、の人と、うんうんうん、この人、この人多分僕が見たら一緒なんだろうなと思う。まあ一緒かどうかわかんないですけどね。あ、人は違いますよ、もちろん。あ、僕から見たら、と人は違うけど、はい、まあ、逆に来ると背景にそれがあるか、はい、表に出てるかの違いってことですよね。僕それわかんのかな。わかるんじゃないですか。この人たちは、うん、主張と前提を突き崩して、うん、そこに論理的な欠陥があることを示しながら、うん、他人の見方を論理的な観点から批判することが多いです、うんうんうん、しかし過度に批判しようとしませんし、うん、現実が綺麗な論理で正確に表現できるとも思っていません、うんうん、要は今我々の動画でいろんな方に出ていただき、うん、はいはい、主機能が内向思考な人、うんうん、と主機能が、うん、内向直感、まあ、愛さんですね、うんうん、を今思い浮かべて話をしているんですけど、うん、雰囲気は、雰囲気は変わりそうな気はします。違ってますね、確かに今、うんうん、僕一緒だ、一緒だ、一緒に見えそうって言ったんですけど、うんうん、っていう、うちに秘めてるか表に出してるかはい、はい、みたいな。この辺を僕はなんとなく、そのなんとなくの感覚で捉えるしかないので、うんうんうん、どうだって説明はできないんですけど、うん、あ、こんな雰囲気かっていう落とし込み方をしています、うん、はい、何にもこれ説明してないですねはい、自分だけが納得して、うんうん、でもまあそういう違いがあるっていうことですね、うんうんうん、